皆さんこんばんは。今回の記事は200話で炭治郎はどうなるかについてです。それではどうぞ。赤ん坊となった無惨に飲み込まれてしまった炭治郎。この後炭治郎は一体どうなってしまうのか、今回はそのあたりを考えてみたいと思います。私は200話で起きる展開を2つ予想しています。まず1つ目は炭治郎が無惨の記憶に触れるという展開。無惨の細胞に取り込まれた炭治郎が無惨の記憶の階層を見るという展開です。ワニ先生のことですから、ラスボス無惨にも感動的な階層を用意している可能性があります。それを炭治郎が見ることで無惨という人間がどういう人間だったのかを知る。そこで無惨の悲しい過去を見たからといって炭治郎が無惨を許すようなことはないと思います。しかし鬼滅の刃は優しい鬼退治というキャッチコピーでも話題になっています。ルイの母役や牛太郎、ガキに見せた炭治郎の優しさ、あの優しさこそが炭治郎が炭治郎である証。それを最後に無惨に対しても見せる、そういった展開も予想できます。私はこのまま無惨が何も語らずに消滅するというのはないと思っています。おそらく炭治郎と無惨の最後の対話がある。まずは200話から無惨の過去の記憶に触れ、その後真っ白い空間で炭治郎と無惨が二人きり話をする。私のイメージではそんな展開を予想しています。では無惨の階層とは一体どんなものなのか。時期として考えられるのはやはり死の間際あたりの話となってくるのでしょう。もしかしたら無惨幼少期から医者を殺して鬼になるまでの期間をより一の階層のような流れで進んでいくかもしれません。無惨幼少期といえばコミックス8巻の少年無惨を思い浮かべますが、無惨の幼少期は平安時代なのでまた違う姿になってくるでしょう。無惨はもともと親方様と同じ一族だったと言われているので、当時の親方様とのやりとりももしかしたら見れるかも。青い彼岸花についてもこの辺りで伏線が回収されると思います。あと医者ラスボス説という説もあり、無惨の階層で真実が明らかになる可能性もまだあります。ただ私の予想では8割方鬼滅の刃は綺麗に終わると考えているので医者ラスボス説はないと予想をしています。ここまでが炭治郎が無惨の階層を見るという展開についての予想です。次はもう一つの展開予想をお話しします。乗っ取り。続いては無惨が炭治郎の体を乗っ取るという展開。これは禰豆子の役目を考えての展開予想です。もう無惨が消滅しかかっているという状況で肝心の禰豆子はまだ到着していません。禰豆子はすでに人間になっており、抜血は使えない可能性が大。果たして今戦いの場に現れて禰豆子に一体何ができるのか、そこはいろいろと議論が起こっているポイントです。炭治郎がこのまま死んでしまう流れとなり、禰豆子がそれを見とる、そういった予想もされています。しかし今回炭治郎が無惨に吸収されたことで炭治郎の体を無惨が乗っ取ろうとする展開も考えられるようになりました。なので禰豆子の役目はそれを阻止する役目、そう考えることもできます。炭治郎の体を乗っ取るまではいかなくても無惨の体から炭治郎を救い出す役目が禰豆子の役目となるかもしれません。炭治郎は人間に戻った禰豆子をまだ見ていません。人間の姿で言葉を発する禰豆子にこれは夢かと一瞬勘違いするのではないでしょうか。でもそれが現実だと気づき炭治郎は無惨の体から戻ってくる、もしくは禰豆子の声をきっかけに死にかけていた炭治郎が息を吹き返す、私はそういった予想をしています。まとめ的なもの。でもよく考えたら無惨が普通に消滅したら炭治郎は中から普通に出てくるのでは、こういったツッコミも入れることができます。炭治郎も満身創痍の状態ですから出てきても仮死状態になっている、そしてそれを起こすのが禰豆子の役目とか、それとも全く違った驚くような展開をワニ先生が用意しているとか。私の予想では次週からは無惨の階層になると考えています。なので禰豆子の登場はそれが終わって現実に話が戻ってきた時、早くて再来週もしくはその次あたりかも。戦いはここで収束していきそうな流れなので、あとはエピローグがどこまで続くのか最後まで楽しみましょう。